はいどうもひろみです。今回はですね、薪は一体どうやってできるのかというね、まず木を切って、木を細かく切って、そして木を割って、それを干して、で薪になるというね、全く興味がないと思いますが、そんな動画をですねお送りしたいと思いますんで、一つよろしくどうぞ、ね、意外と簡単に倒れるかと。それでね、かわいいでしょこれね、切ったやつ。こいつこいつ、この間のトレーラーテントのちっちゃいやつね、薪をちっちゃい、いきます。いいじゃん、ちょうどいいじゃんね。はい、これね、
まあ前に、ずいぶん前にやったと思うんだけど、あの薪割り機ね、薪割り機で薪を割ってここに並べていく。美しいじゃないね。じゃあ薪割り行ってみっか。これね、こいつエンジンかかって、じゃあね、行ってみますか。よいしょ。今、はい、こうやってね、しもべが割るというね、あとこちらにもう一回積み直すというね、はい、頑張って。下はちょっとあれだね、大きめの硬そうな木で、このパーテーションをこの林の中にいろんなところにこう置いていくっていうね、そういうのやってみようかなと思ってんだよね。かわいい。よし、残ってる薪を入れちゃいなさい。というわけで今回は木を切って、そして木を割って、こうやって、薪用のラックに積んで、1年間乾かして、これが薪にこうなって焚き火ができるというね、そういうのを今日はお見せいたしましたね。どうですか皆さんもね、今の時に薪割って来年のために備える、寒くなる前にね、こうやっていいんじゃないですか。まあ無駄っちゃ無駄ですけどね、こういう楽しみもありますよ。ぜひ皆さんもやってみてください。ありがとうございました。